知る人ぞ知る新名コーヒーさんでゆっくりコーヒータイムを楽しんだ後、沖縄本島北部に来たらこれを食べなきゃ始まらない、食いしん坊夫婦おすすめ絶品グルメを購入しに刺身亭さんへ向かいたいと思います。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー・アラフィフ夫婦の Vlog スタートです。左側にあります。うわ、なんかいっぱいや。そうそう、準備ができてなかった。これから言うたら、ね、今日のギリギリやったら残り3個3パック大人気だよこれ。ニンニク醤油が合うねな。ニンニクばっかり食べてみて。そうだ、ニンニクもっと多いめに入れとかね。ちょっと少ないニンニク多めに入れてくださいって言えばよかった。それもできた。だけどパックしてあれですよ。でも言うたらやってくれる。言ってくれるの。そりゃそうや。ニンニクこんなアッパにびっくりボード。今日皮も取ってますよ。皮はでも何でよ言うたしまい。前回少なかった。これ550で安い。バッてかける？うん、ザザッていくよ。うん、ちょっと水のものっていうかなくなっちゃった。いただきます。マグロのたたきやで。うまいね。うわ、やっぱニンニクいるわ。ちょっとニンニク他に。これ美味しい。うん。うま。これポン酢なんか？なんなんよ。醤油じゃないね。ないんちゃうな、普通じゃ。マグロのたたき、カツオのたたきの容器いくけど、マグロたたきね。たたくで。マグロのたたきってないよ。うん。美味しい。うん、うまっ。考えたりすると賢いな。すごいね、うん、めっちゃ合うやん。これポン酢かな。これも合うし、うんうん、このね、タレがいいよね。うん、タレうまい。ニンニクと合わさって、うん、食欲そそ、うん、
すごいねこれ、やみつきやな。南側にあっても北側にわざわざ買いに来るよね。南側に宿泊するあれでも。そうやな、これか営業所ですで作ってくれ、南の方に、ここまで買いに来るの大変。このニンニクって普通のあれやんな、どこか売ってるやつは、自分とこでどうこうしてないの味付けとか、普通の市販のやつでちょっとお芋につけて食べて、つけて食べて、作る時点でお芋にお願いしますって言ってしまう。マスクしてない人がニンニク食べたな。はい、マスク相手の人が臭い臭い。大丈夫。今日もめっちゃニンニク食べてんね。ガーリックシュリンプのニンニクのガーに乗っかったやつ。結構乗っかったやつ最後食べた。美味しかった。これで一切れ食べてください。もういいよ。もういいの。氷も丁寧に乗せてくれるし、うまい。このマグロやったらいつでも年間通じて食べれるやつやろ、このマグロ。そうやね、何マグロかしらけど、おすすめだ。これおすすめ、ぜひ食べてほしい、食べな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。